皆さんこんにちは。今回はボディースクラブ6選を徹底比較していきます。比較するのはこちらの6商品です。検証ポイントは角質保護力、肌への優しさ、香り、使用感の4つです。検証した結果、順位はこのようになりました。ランキング下位から順に紹介していきますので、気になる商品があれば概要欄からチェックしてみてください。6位 O-Baby ボディスムーザー N、 優しくマッサージするだけで全身ツルツルスベスベのボディに導くと歌っています。中身を指で取りにくいため、別売りのスパチュラを一緒に使うと良いでしょう。角質保護力の検証ではほとんど変化が見られず、今一つの結果に。一方でシンプルな成分構成で肌への優しさは十分と言えます。特に香りはしないため、強い香りが苦手な人にはおすすめ。粒が細かく肌当たりは優しいのが強みです。しかしダマになりやすく肌に伸ばしづらいのが惜しいポイントでした。5位ザ・ボディショップアフリカンソフトニングボディスクラブ。アフリカの大地に受け継がれてきた美の英知から着想を得たと歌っています。容器はかなり大きく重たさがあります。角質保護力の検証では大きな変化が見られなかったため、今一つの結果に。一方でグリセリンやシアシなど保湿成分をリッチに配合しているので、保湿効果が期待できます。わずかにする甘い香りは癖があり、検証では好みが分かれる結果となりました。クリームが肌に吸い付くように伸びる肌当たりの良さが魅力の商品です。4位ジョバンニシュガーボディスクラブ。オーガニックシュガーと細かく滑らかに砕いたクルミを使用したボディスクラブ。大きな容器は蓋が手にフィットしにくく、開けづらさを感じるかもしれません。角質保護力は穏やかで、あまり大きな変化が見られませんでした。一方で保湿成分のサフラワー油やククイナッツ油を配合しているため、洗い上がりはしっとりとしています。スクラブの粒子はザラザラとしていて伸びはあまり良くないので、人によって肌摩擦が気になる場合があります。使うたびに気分が上がりそうなチョコレートの甘い香りは好印象です。3位サボンボディスクラブ。視界の使用のスクラブで滑らかな肌へ導くと歌っています。ガラス製の容器は一度開封すると締まりが悪く、中身が漏れやすいのが欠点。角質オフの度合いには人によって差が見られましたが、余分な角質を大幅に落とすこともできました。しかし香料の配合量が多いため、敏感肌には負担となりやすい成分構成といえます。スクラブの粒が大きく痛みを感じる場合があるので注意が必要です。バニラのような甘い香りは好みが大きく分かれました。かなりしっかりと香るので、甘い香りが苦手な人には不向きです。2位星の家の手作りマッサージ塩。シンプル素材にこだわったという手作りのボディスクラブ。スクラブはサラサラとしているため指で取りにくく、ジャー型の容器との相性は良くない印象です。ソルトスクラブが余分な角質をしっかりオフし、検証では高評価を獲得しました。余分な添加物が含まれていないのはメリットですが、その分塩の配合量が多いため、肌を傷めないよう使いすぎやこすりすぎには注意しましょう。無香料ですが癖のある匂いがすることから、香りの評価は今一つの結果に。痛みを感じるほどではないものの、塩のザラザラ感が気になりました。1位エステニーソルティースクラブ。ボディーソープいらずの泡立つスクラブです。容器の口が大きく量の調節に苦戦するかもしれませんが、チューブ型のためお風呂場などでも使いやすいのが嬉しいポイント。シトラスの爽やかな香りも好印象です。角質保護力の検証では高評価を獲得。油性成分が多く、ヒアルロン酸、コラーゲンといった保湿成分も配合されており、肌への優しさも十分です。粘り気の強いテクスチャーはぬるま湯を加えると泡立ち、優しい肌当たりに変わるので、不快なザラザラ感はありません。癖がなく、どんな人にもおすすめできるベストバイボディスクラブです。商品の特徴をまとめるとこのようになります。記事では動画に載せきれなかった商品の検証結果や詳しい検証方法も紹介していますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。